専門学校日本超能言語福祉学院は愛知県名古屋市中村区若宮町にある言語、聴覚士、義士師総具士を養成する専修学校。1985年に4年生大学卒業者を対象とした言語聴覚士の2年生養成課程を設置しており、全国で最も長い歴史を有する。義師総具士の養成校としても、私学で最古の歴史を有する。 言語聴覚師の士,士の養成校としても、技師装具士の養成校としても、現存する私学の養成校としては、最古の歴史を有し、名古屋駅西側に校舎を構える専修学校である。計算会グループの学校法人、京山学園が運営しており、同一グループのうかいルハビリテーション病院や、うかい病院でも、学生の教育、実習が行われる。近年の国家試験合格率は、 いずれも100%を達成している。宇海いまさくんが医療と並んでこれからの社会に必要なのはリハビリであるとの考えに基づき、1985年に日本超能言語学院として創設、計3回グループ付属の専門学校となる、4年生大学卒業者以上を対象とした、言語聴覚士の2年生養成課程を全国に先駆けて設置した。 1992年より、長能言語学科、補聴言語学科、技師総務学科、介護福祉学科の4学科体制となる。1995年に学校法人となり、校名も減少に変更。2008年に介護福祉学科を廃止。いずれの学科でも定員30名の少人数教育が行われている。中村区役所駅1番出入り口名古屋駅西側の、 徒歩圏内に所在しており、交通の便が良いほか、授業開始時間が9時30分であることから、遠方からの通学も可能である。郵便番号453-0023愛知県、名古屋市中村区若宮町2丁目14番地町能、言語学科1985年設置。4年生大学卒業者以上を対象とした、言語聴覚師の養成課程であり、国内最古の歴史を有する。 定員は30名。卒業により、言語聴覚士国家試験の受験資格と専門士の称号が得られる。1年次の冬季に見学実習が実施され、2年次の6月下旬頃までに国家試験対策を除く全科目の講義が終了する。2年次の6月下旬から11月までの半年間で12週間の臨床実習が行われる。 補聴言語学科1992年設置。高校卒業者以上を対象とした言語聴覚士の養成課程である。定員は30名。在学生の1、3から1、2が短大卒、大卒、社会人経験者である。卒業により、言語聴覚士国家試験の受験資格と専門士の称号が得られる。2年次の夏季に1週間の見学実習が実施され。 当期に4週間の評価実習が行われる。3年時の6月から11月の間に、約8週間の臨床実習と1週間の聴覚、検査実習が行われる。技師総具学科1987年設置。高校卒業者以上を対象とした、技師総具士の養成課程であり、私学で最古の歴史を有する。定員は30名。卒業により、 技師総具士国家試験の受験資格と専門士の称号が得られる。実習授業が全カリキュラムの4割以上を占め、全国の養成校に先駆け、近伝技手の制作実習も実施している。2年次の夏に6週間、3年次の夏に8週間の臨床実習が学外で行われる。国家試験合格率取り分け言語聴覚し、国家試験については、 一年次から各科目の基本問題を網羅したオリジナル問題集を配布するなど独自の試験対策を展開しており合格率100%を維持している。就職長の言語学科、補聴言語学科は開学以来就職率100%を維持している。求人数は2012年度に1000人を超え、2015年度は1476人であった。 2016年4月現在の就職先は長年の教育実績により、東海地方が62.5%、関東地方が11.1%、関西地方が10.5%など全国に広がっており、全国各地からの求人を反映している。技師総具学科は毎年約150件300名の求人があり、約90%が、 全国の技師装具関連施設に就職している。東海地方での就職は49.7%である。同窓会組織として若宮 ST 同窓会と君風会がある。若宮 ST 同窓会は超能言語学科と補聴言語学科の卒業生を正会員とし、専人教職員で役員会の承認を得たものを特別会員として構成される。君風会は 義肢装具学科の第7期の卒業生と中部リハビリテーション専門学校の義肢装具学科までの卒業生で構成される。超能言語学科、補聴言語学科の学費は国立障害者リハビリテーションセンター学院を除きどの養成校よりも低く設定されている。さらに全国でも数少ない専門実践教育訓練、給付金制度、 教育訓練支援給付金制度の対象になっている。同じ計算会グループの医療法人、計算会が運営する、うかいリハビリテーション病院が隣接しているほか、うかい病院を関連病院として、学生の実習が実施されている。また、各地の医療機関も提携実習施設となっている。なお、うかい病院で学生が受診する場合、初診費用が免除される。 系列校の学生との特別講義も実施されている。ありがとうございます。